騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難しいところが簡略化されているの。わめきなさい。私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。Thank you.
それ。貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。
貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難しいところが簡略化されているの。
貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難しいところが簡略化されているの。